島村ささん、ん、よよろししくおお願いいまます。す。おはようございます流星を撮影するなら、オリオン座に向けて撮るのがいいと思います。なるべく空の広いところで、広角メインカメラで撮るのが確率を上げます。流れ星が落ちるタイミングで、シャッターを押すのは無理なので、 えー、感度 ISO1600 以上で、えー、10秒程度の露出を連続してシャッターを切れるインターバル撮影で撮影するのがいいです。えー、スマホにこの機能があるかわかりませんが、やってみてください。そういう、そういう感じでやるといいんですね。なるほど。ちょっと今度試してみます。最近ね、ちょっと雲が広がってて、今日も嵐ってちょっとできないんですけども、ね、ちょっと今度やってみますね。 インターバルー撮影ってなるんだ。うん。えー、ゆうだやさん、どうもです。かぶさん、今日から年賀はがきの受付が始まりますよ。うん。前に、えー、年賀はがきの仕,方し仕分けのバイトをしたことがあって、結構面白かったです。えー、その前にクリスマスカードがありますね。今年もかぶさんのクリスマスカードが見たいですね。うん。あ、年今年すればクリスマスカードあんや,やんない、どうしようかな。うん。 ね、年賀状、年賀状バイトってそういえばありましたね。うん。毎年恒例のね。カブさん、双子折り座流星群、今日の明け方も一応見てみたんですけど、曇ってて見えませんでした。流星群っていうといつも天気悪いですね。カブさん、ベルギーで一つでも見えたらいいですね。次は小熊流星群がありますよ。でも、ピークは23日の昼間らしいですよ。うん。夜に見ても1時間に数個くらいだそうです。 でも今年の、えー、大鳥を飾る流星群なんで、一個でも見てみたいですね。23日か。クリスマスイブの前の日ですね。なるほど、ちょっとこれは天気どうなんだろうね。うん。あの、こちらもちょっと嵐ですね。全然、もう曇ってて無理ですよ。うん。カムさん、ベルギーもぐずぐず天気ですね。エマちゃんとはもうお別れですか。寂しくなりますね。 エマちゃんもぬいぐるみたみたい、あ、ぬいぐるみみたいですね。丸まってね、眠る姿が可愛いです。最後に出てきた人たちは、ルービックキューブですか私は完成されたことないですね。か <laughs> バさん得意ですか今日もぼちぼち行ってくださいね。これってルービックキューブですよね右上の写真なんか。あの、なんか、なんかやってましたよね。ハロウィみたいな。一体何をしてるのかなっていう感じで不思議でしたね。うん。 エバちゃんね、お別れなんですけど、まあ、多分ね、でもまたね、会いに行きますよ。近いうちに。うん。カムさん、納豆で人生変わるんですかえー、カムさん、納豆は家でも作れるそうです。あ、そうなんですね。納豆菌と大豆があれば作れるそうですよ。よかったですね。でも納豆菌と大豆が売っていればいいですね。確かに。納豆菌売ってんのかな売ってなさそうですね。でもちょっと、えー、っとなんかできるんだ。なるほど。 うん、納豆で人生変わります。だって納豆があれば、朝ごはんめっちゃ楽,楽ですよ、うん。楽だし、美味しいし、健康にいいし。うん、だからでも納豆って、夜に食べるばがいいらしいですね、健康にね。うん、夜は、あだから朝とか昼は結構なんか、なんか肉とか食べた方が良くて、で夜,の夜はなんか落ち着いた野菜とか、野菜スープとか,なんかおなかにいいものを食べ,た食べた方がいいらしいですね。 納豆もおすすめらしいですなんか。うん。はい。そしてもう一つです。カブ、えー、さん、長崎のあの銅像は、実際の人がモデルになっていたそうですよ。吉田さん、吉田浩一吉田さんっていうスポーツ選手だったそうです。なるほど、えー。重量上げとかをしていた人らしいです。へぇ、そうなんですね。あの銅像の意味は、上げている右手は原爆を表していて、えー、左手は平和、えー、顔は えー、冥福を祈っているそうですよ。あ、そうなんですね。あと、よく見ると、正座じゃなくて、縦膝をしてますね。うん。なんか、あの、そうなんですね。人なんだ、あれは。実際の。え、ちょっと調べてみよう。吉田さんって。うん。この人だ。ちょっと意外ですね。うん。あ、本当だ。はい。えっ、ー、と、空谷さん、おはようございます。 今朝は曇っています。本日12月15日は観光バス記念日です。岡山県は曇りのち雨予報で予想最高気温は21度です。あったか。南県に関しては雨予報で予想最高気温は6度です。全然違うね。全然違いますね。で西日本では今日まで季節外せる気温になります。 ただ、明日からは全国的に一気に真冬並みの寒さが見込まれています。ああ、ってことは、北日本中心に寒気が入ってきてるんですね、これは今。おそらく。ってことは、等圧線が縦というより横なのかな、一体。おそらくこれ、太平洋に高気圧あるね、きっとね。で、それで、あれだね、太平洋の高気圧のせいで、北日本には寒気がやってくるけど、西日本にはまだ寒気が入ってこない状況でしょうかね。ってことは、この高気圧が、 抜く、抜く前に低気圧が多分来て、それで一旦嵐になって、一気に縦縞模様の寒気に来るパターンかな、今回おそらくねど。どんどん、すごいっすね。どういうパターンこういう感じじゃないつまりは。ちょっとなんか興味あるから、ちょっと一応書いてみる。太平洋に多分こう移動性の高気圧があって、こういう感じじゃない多分。北の方に低気圧が多分あって、こっちの方で東和線を混んでて、 こう、西風、が北風がちょっと強くなってるっていうパターンじゃないですかね、おそらくね。で、この高気圧が抜けたらね、あの、一気にクワわ,わーってくるんじゃないですかね。あの、そんな気がしますね、おそらくね。あとでウィンディー見てみます、日本の、日本付近の。はい。えー、長崎、えー、平和公園にある銅像は、ジュール上げ選手と吉田博之さんが、博之さんがモデルとされています。平日だった日本ので、 日本人観光客は団体客がほとんどでしたが、海外からの観光客が多かったですと、原爆資料館ではすでにすぐに入館できましたが、意外と混んでました。広島ではあの平日でも入館に1日2時間くらいカルバイがあるらしく、時間に余裕を持っていかないといけないようです。で学生さんの遠足や あの、修学旅行で来たと思われる団体も結構いましたね。長崎市内の移動には、長崎支店を使いました。運賃は、えー、距離に関わらず、一回の調査で140円で安いです、えー。長崎市内の有名観光地の支店は、支店で行きますので、活用すると便利です。えー、昨日の日では、 高山楼という飲食店で、え、長崎名物の長崎ちゃんぽんを食べ、ました。平日のお昼でしたが、結構混んでました。なんですが、ドリンクメニューの中には、有料のお水があります。日本ではかなり珍しいと思います。確かに。うん。え、高級フランス料理店や、え、新大頼特急の食堂車以外でも初めて見ましたね。ね、あ、うん。え、もちろん、え、無料飲みお水と、温かいウーロン茶の用意もあり、 セルフサービスとなっていました、えー。もちろん無料です。それと新幹線についてですが、500系は日本の新幹線で初めて、えー、時速300キロ運転を行った歴史にも残る名車であります。えー、現在、日本の新幹線で最も速いのは、東北新幹線で活躍する E5 系の時速320キロですということなんですね。なるほど。うん。はい。ということですよ。 水が誘導っていうのはね、珍しいですね、日本でね。うん。はい、こんにちは。可愛い,いネぬいぐるみたくさんですね。エマちゃん遊んでるのかなえー、謎の集団、テトリス、テトリスかなと思いました。僕もテトリスに見えます。これ、な、なんでいや、しかしなんでハロウィンではないのに仮装なんかあの、不思議でしたよね。これ、なんか、V ビッグキューブなのか、テトリスなのかね。どっちなんでしょうかこれやっぱりあれか、テトリスかな ね <laughs> ちょっと不思議でしたよね。あのなんか大声でねあの歩いてる人がいるから何,何かなと思って出たらなんかお祭りっぽくなってましたね。お祭りでもたまにねベルギーなんか仮装してるねちょっと変だなっていう人いるんですよ。不思議な人いるんですよ。うん。ベルギーはとにかくね仮装する人が多いですね。なんか変装とかね多い。うん。本当とにで。あとね変な銅像とかも結構多いですよ。うん。 あとなんか時々なんですけど、覚醒剤を許してほしい的ななんか象徴の銅像とかあるんですよ。うん。いや、ほんに。なんか自由とかそういうのを許してほしいとかなんか、あと皮肉銅像とかね。あの、これはよくあるんですけど、なんだろう、こう、だから、なんだ、宗教の関係とかで皮肉にその銅像を置いたりしたりとかすることもあるんですよ。うん。だから結構ね、そういうね、変な銅像とかあるんですけど、意外とメッセージがあるんですよ。実は。うん。 面白いですよ。意外と。あの、うん。わかりこさん、どうもです。かぶさん、こんにちは。私がカナダに住んでいた時は、ちょっと大きなスーパーならば、日本姉妹かえ、カルフォルニア前だけどは手に入りましたが、割高でしたね。うん。あれですね。てなわけえ、節約生活を強いられた私はえ、粒感が似ているイタリア前で代用してました。うん。当時はそのカマンが、 また逆に楽しかったもんです。今は知らないけど、日本のものは手に入るけど、すべて割高でした。うん。で、日本留学生同士で、とある男子が、とある女子に、本出しを分けてあげるだけで、気があるんじゃないとか、変な価値観が生まれておりました。へえ。なんでだろうね。本出し。うん。いや、でもね、出し、出しも本当大事ですよ。あのね、こっちもやっぱり、 あのー、なかなかそのなんだっけ、出汁がありませんので、日本の風の出汁がね。だからアジアンマーケットに行かなきゃいけないんですけど、まあ、あんまりこう、出汁、いいものがやっぱり、ありませんね。うん。だからやっぱり日本からのお土産とかだと、出汁が一番嬉しい。本当に。うん。だからなんかね、まあ、気があるんじゃないのっていうか、ね。うん。面白いですね、でもね。 あイタリア米ってね、日本と粒感が似てるんですよ。で、僕も本当イタリア米ずっと食べていて、ちょっとあのー、日本米の味を忘れてますね。イタリア米を食べて、イタリア米、あとね、タイ米とかもあるんですよね。うん。でもタイ米はちょっとあの、細い感じなんで、あんまりこう美しく、美味しくないっていうか、あんまり味合わ,合わないかな。うん。日本製の商品は高いですね、本当に。うん。日本姉妹っていうのはあるかもしれない、確かに。 うん、はい藤原うま子さんどうもです。カむ君お天気お兄さんありがとうございます。エマちゃんおスタンド最初日なんですね。かわいい、癒されますね。抱っこしたら暖か,暖かいでしょうね。うん。今日は東京も東寄陸も、えー、曇り寒いです。うま子には気持ちよい寒さですが、東京は寒いんですね。今年もたくさん、えー、雲を見せていた,だき、ま、いただきましたね。エマちゃんも登場して、えー、嬉しいひとひときありがとうございます。 かぼく暖かいものを食べて、体温めてね。えー、生姜のスープやお茶もいいですよ。またね。うん。ね、生姜は本当に内,内側から熱くなりますよね。うん。ね。あの、関東は寒いんだ。ってことはさっき僕が変えた天気図はちょっと違うかもしれないな。あれかな。低気圧がもう、あの、朝鮮あたりにある感じかな。ね。でも関東が寒いのはちょっとおかしいですね。なんでだろう、一体。 うん。南岸にも低気圧があるのかな南岸低気圧もあるのかなちょっとわかりませんかねちょっとあ、こんな感じ。南岸にも低気圧が関東付近にあって、朝鮮あたりにも低気圧があるパターンですからね。で、こういう風になってて、あの、西日本にはこう暖かい空気入ってきて。でも関東にはこっちの冷たい空気も入ってきてるっていう感じかな。面白いですね。ちょっと見てみよう。うん。 かぶ、えー、さん、今日は大谷翔平さんの入団会見がありましたよ。青いネクタイをしてました。うん。えー、その上からユニフォームを着ていたから、天ぷら屋さんみたいに見えました。天ぷら屋さんね。優勝が目標で、犬の名前はデコピンだそうですよ。うん。デコピンっていう名前がの犬が増えそうですね。でこれさっきね、そうコメントをもらって、デコピンっていうね、らしいですね。うん。<laughs> デコピンってでも、 デコピンなんでだろうねレコ,、ねうん、コピンっていう名前の犬流行りますかねうん。テンプレアさんね。うん。のりこさんどうもです。かぶくん様エマちゃんを初めて見させていただきました。かわいいですね。え、最後と書いてありましたが、エマちゃん日本へ戻る、あエマちゃん日本戻りませんよ。うん。 ベルリーでございますよ。えー、そうだとしたら、かぶさんは、まあ、ちょっと寂しくなってしまいますね。私は16年一緒に過ごしてきた、えー、ワンちゃんが、えー、今年の初めに西の橋を渡ってしまいました。うん、えー。しばらくは辛くて、なかなか立ち直れませんでした。エ、え、マ、ーまあ、ちゃん、いつまでも元気でいてくださいね。あ寂しいですね。ねえ。いや、ほんと、ワンちゃんね、それがやっぱ一番寂しい。うん。だから、心配ですよ。うん。 でもね、エマちゃんはね、ベルディですよ。うん。